この週末台風19号が日本列島を襲いました。この試合は当初土曜日の午後3時キックオフ予定でしたが、台風の影響で今日に順延になりました。2日遅れでの開催ということになります。両チームとも前節は敗れました。その前節からともに中7日での試合です。ではスタメン柏から確認します。こちらはオルンガが不在、そして古賀も不在ということになりますね。では水戸です。こちらも小川が不在ということになりまして、村上と浜崎は今シーズンリーグ戦初出場なんですよね。福光ふわりと上げるファーサイドフリーだ。木村切り返して右足ブロック、こぼれて清水、これもブロック。2度のシュートともにブロック。マテウス・サビオ競り合う、こぼれて染谷、決まった。柏先制、前半の15分セットプレーから染谷の先制ゴール。染谷今シーズン2ゴール目、3試合ぶりのゴールです。1つ目競った後ですよね。これこぼれた後、ここからの反応早かったですね。染谷選手フォアを狙ったボールも非常に良かったですし、ジュニオルサントス選手が体を張って競った、その後のボール、ソミア選手非常に反応が早く、かつゴールの隅を捉えた素晴らしいゴールでしたね。村田跳ね返した高橋、ここはボールに行っています。ノーファール、前が渡して浜崎の折り返し、合わせた、追いついた木村のゴール。水戸が同点に追いつきました。32分、木村がうまく合わせました。木村は今シーズンリーグ戦初ゴール。ここ一瞬止まったんですよね。ここ水戸見逃さなかったですよね。ニアサイドですよね、狙ってくるという可能性もありますね。浜崎狙った、決まった。浜崎直接決めました。水戸逆転。なんとなんと浜崎が直接フリーキックを決めました。今シーズンリーグ戦初出場で初ゴール。2人、ジュニオールサントス、どうする、左足、キーパー触った、クリスティアーノ、同点ゴール。前半のうちに柏が同点に戻しました。これジュニオールサントス選手が起点を作って切り返してよくシュートまで持ってきましたね。ここ三笘選手もブロックに行ってるんですけれどもね、このシュートも村上選手よく防ぎました。跳ね返ってさあ水戸カウンターなるか、サポートはどうか、スライディングでこれはノーファール。さあ水戸拾って清水から村田決めることはできませんでした。決定的なチャンスでしたね。キーパーも出てコースを消していました。ここはよく七がブロックしました。江坂左足、ファインセーブ、村上ビッグセーブ。よく止めましたね村上選手。横手塚かわしたシュート、左です。
まあ、持ちながら最後シュートまで行きましたね。そうですね、思い切って狙っていきましたね。左サイド白井、さらに追い越した七井、クロスボールファーサイドフリーだ、シュートが決まった、水戸勝ち越し、清水のゴール。後半の31分、水戸がまたしてもリードを奪います。先発起用に応えた清水です。流れるような水戸の攻撃、素晴らしかったですね。清水選手もこのボール簡単ではなかったと思うんですけれどもね。まだ笛は鳴らない、まだ鳴らない。さあ柏、手塚が上げる、キーパー出る、パンチング、ここで長いホイッスル、勝ったのは水戸、3対2の勝利。最後キーパーの村上も勇気あるプレーを見せました。水戸は連敗を止めてこれで3試合ぶりの勝利、そして水戸はこれで J2 通算250勝目ということになりました。